楽しいね。で、まあ、そんな推しの子ですが、まずお二人の演じるキャラクターね、登場人物ご紹介してまいりましょう。はい、はい、でこちらね、まあ、原作ご存知の方ちょっとね、まだテレビアニメ放送前ということで、まあ、いろいろちょっとねご配慮いただけましたら幸いです。まずは高橋理恵さん演じる愛。はい、はい、こちらですね、愛ちゃんでございます。はい、ビーコマチのメンバーということで、瞳の中にね星があるなんていう風にね、はい、気づいてくれてる方もいると思うんですけど、ちょっと目の輝きが特徴的なので、多分すぐね覚えてもらえるんじゃないかなって思ってます。そしてあらすじにもあった愛の禁断の秘密っていうのがね、ちょっと気になるところではあるんですけど、そういったところに注目してもらえたらななんて思ってますし、私としてはやっぱり愛はビーコマチのもう圧倒的エースセンターっていうところもあるので、今回のアニメになることで愛のセンターっぷり感じていただけたら、はい、すごいね、もう映像として楽しいと思います。本当に押せる、マジで。そのシーンがあったらそこ無限ループしたくなります。すると思う、うん、しますよね、うん、あったらですけど、あったらですけどね、はい、知らないですけどね。はい、そうですよ、本当に作品においても絶対的存在になってるから、うん、愛がねどう動いて、どんな表情になってっていうのはすっごい楽しみです、うん、さあそして続いてはね、井駒ゆりえさん演じるルビー、はい、行きましょう。ルビーちゃん、立ち絵が学生服っぽいので学生かなっていう感じですね、はい、あとお目々を見ていただけるとこう、ね、目が片目だけ愛と同じようなものがあるような、はい、ルビーは本名なんです。そうね、すごい名前ですよね、ルビーって。そうだねそうだね、はい、でもキラキラ輝いてそうだね、はい、そうだね、そうそうなんです。なんかやっぱルビーちゃんすごい、はい、一番初めに見た時にこう光のような存在だなって、輝いてる存在だなって思っていたので、なんかこうルビーって名前からしてこうなんか素敵にキラキラ輝いているような感じですね、はい、宝石の名前って素敵だよね、うん、幸せに生きていってくれたら嬉しいです、はい、ね、本当でもその名のごとくなんか真っ赤な輝きを持つ子だなってね感じる、そんなルビーちゃん、はい、ですが、さあそしてすでにですねキャスト解禁になっているキャラクターをこちらちょっと紹介してまいりましょう。まずアクア、はい、はい、アクアを演じるのは大塚武雄さん、ね、アクアもねまた瞳の輝きが印象的ですね、うんうん、ありますね、うん、しかし、まあ、なんかかっこいいんだわ、顔がやっぱめちゃくちゃいい本当に顔がいい、うん、整ってますね、もうこの立ち方からしてモテるタイプの方ですよね、うん、そういう、ね、そうですね、本当に顔のいい人しか多分やったことないじゃないから、うん、この立ち方、ね、こんな風にできないよね、かっこいい、本当にかっこいいですね、うん、すごい、ね、でそんなアクア君、幼少期演じられますのが内山由美さんとなっております。うん、素敵ですね、はい、さあそして PV でも印象的でした五郎、ね、演じるのは伊藤健人さん、はい、もうあらすじに出てきたね産婦人科医の方ですね、うん、ここだけ言ってると違うんですよね、立ち絵とかっていうことよりもちょっとでもすごく五郎らしいカットだと思いますよ私は、ね、うん、ただPV のあのも伊藤さんのあの感じすごいいいですね、ですね、うん、本当になんか本当に五郎がアニメで動くっていう感じがしますよ、うん、ね、はい、伊藤健さんのボイスがつくことで、うん、本当に五郎ですね、うん、色味と合ってらっしゃいますよね、うん、声が、うん、このなんかこの感じが、いや多分その色彩設計さんとかもすごいこだわって、うん、このシーン色塗ったんじゃないかな、愛、うん、はい、です、うん、すごい色使い、ね、めちゃくちゃいいですねこのワンカット、ね、素敵、これだけで何か予感させるものがあるから、うん、なんかありそう、ざわめきを感じますよね、はい、うん、ね、いやいい、いいぞいいぞ、もうキャラのワンカットだけでこんな盛り上がるんですよ、どんどん喋れますよ、ね、さあ続いてサリナ、ね、サリナちゃんですね、サリナちゃんを演じられているのが高柳智代さんで、五郎が働く病院に入院している女の子、そして愛を推しています、うさぎちゃんがいますね、ね、まあ、ね、推し、ね、同じ推しをちょっとね五郎と共有したりしてるのかな、うん、みたいな、ね、そんなサリナちゃん、サリナちゃんです、はい、といったねここまでのね簡単にご紹介してまいりましたが、さあここまではすでに皆様ご存知の、そうですね、はい、前回もちょっとお話しさせてもらったことだったりしますね、うんうん、ですが、じゃあ今回まずは新情報盛りだくさんなテレビアニメ推しの子本予告を公開いたします、はい、どうぞ。愛、心配だな、無事に戻ってきてくれたらいいけど、
リアル愛超可愛い。じゃねえ、推しのアイドルが妊娠しとる。誰もが目を奪われてく。君は完璧で究極のアイドル。やっばー、ママ可愛すぎ。視聴者でよく支払うべき。じゃあ平気だね。愛はアイドルとして一流だから。遊びに来てるんなら帰りなさい。有馬かな、この映画の女優よ。母親としての幸せとアイドルとしての幸せ、どっちも欲しい。星の愛は欲張りなんだ。すでに面白い。面白い、はい、もう一回見たいけど、ね、そうですね、とりあえず触れるべきことがたくさんありますので、ちょっとね、うん、はい、そう、もうコメントもバーって一気に動いたからね、うん、さあ、さまざまな情報一気に解禁となってまいりましたが、はい、まずどうですか、はい、ご覧になって。そうですね、ついに言えることがいくつか増えましたね、うんうん、ね、星のアイドルが妊娠しとる、はい、そう言えますね、これは妊娠しとるとかね、ちょっと気になるワードがすごいたくさんありましたね、うんうんうん、気になる子も出てきましたよね。気になる子 が、あの子が、気になってる子が喋ったー。では参りましょう。先ほどの本予告キャスト解禁となりました、この方にお越しいただきました、有馬かな役半めぐみさんです。喋ったー、お邪魔します。ようやく言えます。はい、有馬かな役の半めぐみです。よろしくお願いします。お願いします。あ、やっぱかなちゃんは半分なんですねどうも有馬かなですよろしくお願いします。うわ、緊張してきちゃった 今緊張してしまった。本当にその本予告で、まずはそのかなちゃんの幼少期といいますか、幼い頃のかなちゃんの声を聞いた皆さん、絶対もうかなちゃんが喋ったんでね、感動だったと思いますけれども、いや、ちょっと今日はね、お話いっぱい聞きたいですね。うわー、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、ほんと先ほどの PV で、あ、かなちゃんだって思って、でキャストがね、最後出た時、え、ハンさんっていうちょっと驚きも私はあったんですけど、改めて PV ご覧になっていかがでした？いや、もう一回私も見たいですね。ちょっと全然もう拾いきれてなくて全部が、いや、もう一度見たいくらいなんですけれども、うん、いや、今まだまだ緊張してますね、うん、はい、ただようやくね、お伝えできるこの日が来ましたね、はい、うん、ね、では待ちに待ったそんなかなちゃん、早速ね、まずこちらのキャラクターね、ちょっと見てまいりましょう。こちらキャラ絵初公開です。おかしいわ、うわ、なんかここでオスの声が聞こえてるみたいな。すいません、申し訳ございませんが、可愛いよ、強いな、強いよ、強いよ、強いのよ、押すんだな、ね、いや、押しちゃうな、これは。うわ、待ってた、このポーズ、これ無敵ポーズじゃないですか、これね、これはこれはかなちゃん詰まってません？もう詰まってる、詰まってる、ね、もうおひじゃ好き、おひじゃ、ね、おひじゃ、おひじゃも好き、好きだ、まぶしい、幻想的な膝ですよね、その膝という、ね、幻想的な膝、まあ、いいお話そうするとしてもね、いい、いい膝してるよ、幻想的なのよね、かなちゃんね、うんうん、いいわよ、うん、本当に。でもかなちゃんってすごくまた推しの子らしい、ね、人物というか。そうですね、いかがでした、まず決まった時、ね、印象だったり。いや、もう私でいいのかと、多分今回キャスト予想してた方いらっしゃらないかもしれないですね、うん、なんで多分かなちゃんってもともと原作中で人気なキャラクターだっていうのは存じ上げてましたし、うん、はい、話題にもなっているキャラクターだっていうのは知ってたんですけど、だからなんかそういう人たちの思いも全部大事にして演じていけたらいいなって思いましたね、はい、絶対大丈夫いやいやいや、大丈夫、圧倒的うまさで本当に絶対的かなちゃんなので、皆様本当に安心してご覧いただけるって、私がその一視聴者として本当にすごいなんか、かなちゃんがいるってすごく思ったので、その興奮を伝えておきたいなって喋っちゃいました。もう早速ありがとうございます、恐縮です。はい、ツイッターの方でもね、あの、やばすぎるなっていう風に嬉しいっていうのもありましたね、すごいハッシュタグで一気にね、かなちゃんに対しての反応が大きくて、はい、
て、しかしね、本当まあなんか重装というか重要なキャラクターじゃないですか。そうですね、重装ちゃん、うん、重装なキャラクター。その時は今後、はい、今後、うん、ね、だからそのあたりもどうでしょう、お二人として印象はね、うん、かなちゃんに関して、やっぱりかなちゃん、うん、あのさ、立ち絵がルビーと同じ、うん、制服、うん、あ、そうかなっていうのが分かったので、なんかいろいろこう絡みがありそうで、じゃない、楽しみになります、ね、はい、そうなるとじゃあルビーもアクアもとかね、そう、アクアもあるかも、ね、うんうんうん、楽しみですね、本当に楽しみがまた一気に増えて、そして先ほどこちらも